まずは四つん這いの姿勢を作っていきましょう。両手は肩幅、足は腰幅です。肘をロックしないようにいつでも肘が曲げられるぐらいの位置を整えていきましょう。お腹薄く背骨床と平行、吐く息でお背中を丸くして目線おへそを見ます。手で横をぐーっとプッシュ、肩甲骨を押し広げましょう。吸う息が来たら腰から背骨を反らせていきます。お胸を前へと広げ、肩を下げ、首を長い状態です。吐く息で骨盤後傾、背骨を丸く、肩甲骨を押し広げて目線はおへそです。吸う息で腰、背骨を反らせていきます。肩甲骨寄せ、目線正面、首を長くしましょう。もう一度吐いて骨盤後傾、お背中丸くします。お腹をぐっと引き上げていきましょう。吸う息で腰、背骨を反らし、気持ちよくお胸を開いて首長くします。吐きながら元の四つん這い、お腹を薄く、背骨を床と平行です。両足のつま先を立て、お尻後ろに引いていきます。吐く息でお尻上に持ち上げて、ダウンワードドッグ、犬のポーズ。両方の足、スタンスを整えましょう。膝のロックを緩め、左右交互にお膝の曲げ伸ばしを入れていきます。ふくらはぎ、太もも裏、そして腰から背骨、肩、肩甲骨まで気持ちよくストレッチを入れていきます。このポーズは、お体の背面、全身を伸ばしてくれるポーズです。動きを止め、目線手と手の間、両方の足を前にとことこ歩かせていきましょう。吸う息で体を半歩起き上がらせて、ルッコ、お尻から背骨、頭頂までまっすぐにします。吐く息で深い前屈、お膝曲げていいですよ。太ももの上にお腹を預け、腰や背中伸ばします。ではお膝をさらに曲げてしゃがんでいきましょう。しゃがんでこれたら両手を後ろについて、お尻からドンとマットです。そのまま仰向けの状態、お体後ろにゴロンと寝転がっていきます。仰向けになれたら両手で膝を抱えていきましょう。左右にゆらゆらお体を動かして、腰、背中の筋肉をマットでマッサージしていきます。気持ちの良いストレッチ、腰から背中にかけ入れていきましょう。動きを止めたら両方の手、気をつけの形、パーの手でマットを捉えます。両足を天井上へと持ち上げ、吐く息でお尻をゴローンと持ち上げます。両手腰にセット。このポーズも腰から背骨、そして首の後ろ側、脊椎までストレッチが加わっています。背骨全体の配列を整えてくれるポーズ、ハラーサナー好きのポーズです。このポーズはアンチエンジング効果、肩甲骨、肩周りやお顔周りの血行促進作用を高め、若返りの効果があるとも言われているポーズです。それではゆっくり背骨をマット、丁寧に下ろしていきましょう。お腹使って優しく下ろしていきます。お尻まで下りたらお膝を曲げて、マットに足を下ろしていきましょう。かかとお尻に近づけ、足の裏で床をぐーっと揉み、お腹薄くしていきます。吸いながらお尻を上へと向かって持ち上げていきましょう。深呼吸、吸って胸開いて、吐く息、お腹薄く内ももを締めます。ラスト一息、吸って、吐く息でお体上から順に丁寧にマットへと下ろしていきましょう。お尻まで下りきれたら両足を前へと投げ出していきます。つま先の力をぶらりと緩め、肩の力をほどいて、頭ゆらゆら動かしている首、頭の緊張、力みを緩みます。気になるとこ動きを止めたら、まぶたを閉じていきましょう。シャバーサナ、安らぎのポーズです。